バンディッツいわき FC は福島県いわき市を本拠地とするサッカークラブチーム2002年に福島県立平工業高等学校 OB を中心にバンディッツ2 0 0として創設されいわき市サッカーリーグ3部に参戦2004年に福島県社会人サッカーリーグ3部東ブロックへ昇格し2006年の福島県社会人サッカーリーグに部昇格とともに クラブ名をバンディッツ岩木 FC へ解消した。その後、2007年に福島県社会人、サッカーリーグ一部、2008年に東北社会人、サッカーリーグ二部南ブロック、2013年に東北社会人、サッカーリーグ一部へ昇格、東北二部南ブロック再開となった2020年を最後にリーグを脱退した。また組織面では、 2012年11月に育成、普及事業として、アカデミー U-8 を、2013年4月に、同事業で、アカデミー U-9、2014年4月に、株組織として、ジュニア U-10 を創設し、ジュニア U-10 は、いわき市のリーグ戦に参戦している。なお、2013年12月には、運営法人として、一般社団法人バンリッツスポーツクラブを、 設立している。ありがとうございます。